本日人生100年時代構想会議がスタートをいたします。人生100年時代を見据えた人づくり革命は安倍内閣が目指す一億総活躍社会を作り上げる上での本丸であり、生産性革命とともにこれからの安倍内閣の最大のテーマであります。本日はリンダ・グラッツさんにお越しをいただきます。その会議のためにわざわざロンドンからお越しをいただいたこと御礼を申し上げたいと思います。また各有識者の皆様から、初回から本質的なお話をいただいたと思います。大変充実な意見交換ができたのではないかと考えております。麻生副総理からも発言要領とは大幅に離れたと考えているわけでございますが、日本は人口が減少していく一方、団塊の世代がだんだん高齢化進んでいくとなると、なんとなく暗いイメージを持ちがちでありますが、それに対してしっかりと対応していけばですね、未来は変えられると思っています。まずはさまざまなご意見がございましたが、一人一人の能力を上げていく、一人一人が学びたい、仕事をしたい、その要求に応えていくことができればですね、かつ高齢者の方々は経験を持っていく、その経験を生かしていく新たな取り組みが可能となっていくのではないか、また学び直しをしていくことによってですね、新たな人生を歩んでいただくことによって社会にも貢献していただけるし、あるいはそれぞれの人生が100年もっと充実したものになっていくのではないか、このように思います。70歳や昔の60代50代、私も今年63になるわけなんですが、まだ52、3の人までやっていないと思うわけでありまして、先ほどもグラットンさんとお話をさせていただいたんですが、ドイツを、あの敗戦から回復させた名宰相のアデナウアーは、74歳で首相になっています。88歳までやるんですね。で、1年後に亡くなっているわけです。私はそんな長くやるということは全く考えていませんから、誤解を呼ばないようにしたいと思いますが、つまり、それぞれの世代の人たちがですね、その力を十分に発揮をしていけば、世の中は、より豊かになり、そしてそれぞれがより豊かな人生を暮らすのではないかと思います。今後の議論のために論点を整理したいと思います。第一に、全ての人に開かれた大学教育の機会確保についてであります。志があっても経済的に恵まれない若者が勉学に専念できる環境整備が必要であり、教育負担の軽減のため給付型奨学金や授業料の減免措置などの拡充強化を検討すべきとの意見をいただきます。この方向で議論したいと思います。第2に、大学改革について複数の議員の皆様から重要性に言及がありました。何歳になっても学び直しができる環境を整備するためには、社会人の多様なニーズに対応できる受け皿が必要であり、 IT 人材の育成も急がなければなりません。学問追求と実践的教育のバランスに留意しつつ、実践的な職業教育の拡充を図る必要があります。同時にリカレント教育を受けた方に就職の道が開かれるよう、産業界には人材採用の多元化を検討していただきたいと思います。第3に、全世代型社会保障への改革であります。若い世代への公的支援の充実というご意見をいただきます。待機児童対策、幼稚園、保育所といった幼児教育無償化の加速、また介護離職ゼロに向けた介護人材の確保対策と、をしっかりと進めていく必要があると考えます。第4に、これらの施策の実行に伴う財源の問題についても、ご指摘がありました。財源がなければ政策は実践できません。財源についても、この構想会議の場でしっかりとご議論をいただきたいと、そして結論を出していきたいと、こう考えています。その他、重要なご意見をたくさんいただきました。本日いただいた意見に答えることができるように、年内中間報告、来年前半の基本構想に向けて茂木大臣をはじめ官邸閣僚は、この構想会議の有識者の皆さんのお力を得ながら、スピード感を持って検討を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。